こんにちは。今ホテル暮らしをしている方や長期滞在の方、あとは旅行好きの方にホテルを予約するときにめちゃくちゃ安く泊まれる方法というのをお伝えしたいと思います。私が今予約で使っているアプリアゴダの紹介になるんですけども、ホテル暮らしが今4ヶ月ぐらいになるんですが、ずっとこのアゴダを使ってホテルの予約をしてるんですね。なんでアゴダを使ってるかという理由が2つあるのでご紹介します。1つ目は使い続けるほど割引の特典がつくということ、2つ目は検索がしやすいってことですね。ホテル同士の価格比較がしやすくできているので、ホテルの検索の時間の削減にもなりますし、とても効率的でコストパフォーマンスの高いホテル予約の仕方ができると思うので、これを使っています。使い方を少しご説明したいと思うんですが、アゴダのトップページを見るとホテルだけの予約もできますし、航空券とホテルのセットの購入もできます。航空券だけの購入もできたりもします。お気に入りの登録というのもできて、例えば東京、福岡、札幌と私登録してるんですけど、気に入ったところ地域ごとで分類してくれるんですね。で、例えば東京を開けてみると自分がお気に入り登録したホテルが一覧で見ることができます。例えば2週間、1ヶ月という期間設定をして、価格がその期間中どのぐらいの金額で泊まれるかというのが一覧で比較することができます。アゴダを登録するとクーポン券も時々もらえます。最低の利用金額がそれぞれ設定されていて、クーポンの期限などもあるので適切な時に使うのがいいと思います。もう一つは自分のアカウントを見てみると、アゴダ VIP というメニューがあるんですね。この VIP というメニューを開いてみると、ホテル暮らしを続けているのでアゴダ経由で12件の宿泊予約をしたことになります。 VIP プラチナムというステータスに今なっているようで、最大 25% オフのメンバー料金になるんですね。一番最初はメンバーという会員になるんですが、そこから予約を続けるとシルバー、ゴールドというふうにメンバー料金の割引率がどんどん高くなってくるんですね。この特典がついているホテルとそうでないホテルがあるので、特典がついているホテルを検索することもできます。割引だけじゃなくて無料の朝食がついたりとか、部屋の広さをグレードアップしたりとか、いろんな特典がつくということです。実際の予約の仕方を少しお見せしたいと思うんですが、自分の気に入ったホテルの部屋があればそこで割引の価格なども表示されています。 VIP プラチナムの場合、このホテルの部屋の場合は98ドルオフということで、ここの場合はすごくお得に泊まれることができますね。先ほどのクーポン券を使う場合、さらに安くなって下のこの表示の価格になります。今すぐ予約というボタンを押すと決済画面に移ります。現在の料金キープ中という表示もされてるんですが、特典の価格で予約できますという、次に支払い日などを確認します。お支払い日が先になっている場合はキャンセルが途中で可能になります。キャンセルができない場合もあるので、その場合は即時支払いということになります。基本的にクレジットカードの支払いができるんですけども、ホテルによって異なります。アゴダコインというものがあって、今までずっと泊まり続けるとコインが溜まっていくんですね。まあ、ポイントと同じなんですけども、ここで使うこともできます。クーポンを使いたい場合はここのプロモーション割引というところで選択します。コインを使ってさらにクーポンも使ったので2段階に安くなったことになります。あとは特別なリクエストということで、大きめのベッド、あとは禁煙というリクエストをすることもできます。要望の欄というのがあるので、例えば日当たりのいい部屋にお願いしますというような書くことができて、でなるべくその要望に合ったような対応してくれる場合があります。以上がアゴダの予約アプリを使ってお得に宿泊予約ができる方法のご説明でした。いろいろな予約の方法があると思うんですが、私は一つのアプリをずっと使い続けることでさらにお得に泊まれることが分かったので、ずっと使い続けてますし、実際に最初10万円ぐらいだったお部屋も1万円から2万円ほどさらにお得に泊まれるというような、今そんな状態なのですごくお得だと思います。これからホテル暮らしを検討されている方や旅行好きの方など、ぜひ参考になれば嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。